こんにちは。地震が起きてね、やっぱ情報も南海トラフとか首都直下型地震とか避難訓練とかね、ああいったキーワードが上位に上がっているのが見えるんですよ。今すごい時代だなと思うのが、今多くの方がどんなキーワードに対してアクションを起こしているのかっていうのがはっきり分かるのがすごいですよね。私すごい時代だなと思いますね、それはね。だからこれをね、やっぱこう捉まえて生きていきたいなと思います、これからも。だから本当に情報の価値って高まってるなと思います。同時にスマホの充電問題っていうのは本当ね、いつも確保しておかないといけないのが私たちの仕事じゃないかなと思うんですよ。情報が扱えなくなったら私たちもそこで終わりですからね。だからリスクヘッジのためには電気をなんとかしなければならないってことなんで、究極はね、こうやって電気を起こせるように自転車をね、ちょっと家に用意しておきましょう。私の場合こうやってぐるぐる回す充電器あるんですよ。それでスマホ充電しようかなと思ってますけどね。いってらっしゃい。